正直今回はちょっとあれですね、やばいっすね。緊張とやったことないジャンルっていうのもありますし、だけどなるべく楽しんでやってみようと思います。耐えた部分はないですね。でも楽しくみんなで作り上げるっていう、まあ、その楽しさがどんどん1回目、2回目、3回目でやってって、で今回4回目、ますます楽しさが増えて、本番もちょっと振りもあんま覚えきれてはないんですけど、でも楽しみはすごいあります。エピソード4、クラシカルミュージック、トラビスジャパン、タイムス、ウェールズ、ストリングカルテット、放送まであと3日。